それではまずお二人から、お一言ずつ挨拶いただきたいと思います。過渡激さんからお願いします。えー、バイキングの後藤です。よろしくお願いします。お願いします。寺井監督からもお願いいたします。えー、監督を務めました寺井です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。後藤さん、どうでしょう。ドキュメンタト映画って普段からご覧になるんでしょうか。あ、そうですね。あのー。 皇帝ペンギンが好きなので<お>皇帝ペンギンのドキュメンタリーは見ますかね。<ー>かわいいんすよ。何でしょうね。あのー、<laughs> <laughs> なんとも言えないね、愛らしさがあるんですよ、皇帝ペンギン。人間みたいでね。 ちょっと見てもらわないとちょっとわからないと思うんですけど、ぜひちょっと機会があればね、あのコテペンギンのちょっとドキュメンタリー見ていただきたいですね。わかりました。今回あの TBS ドックスの一作品として公開されるんですが、人が出るドキュメンタリー映画というのはご覧になりますか？いや、僕はもうペンギンしか見ないですね。ペンギンしか見ない。じゃあ今回ちょっと異例と言いますか。そうですね。なかなか見ない感じの。そうです。めちゃくちゃ面白かったです。はい。小峠さんもともとねシランドロケッツのファンでいらっしゃるということで、最後の。 あのライブにも行かれてるんですかそうなんですよね、あのー、どれが最後ってなるとちょっとわからないんですけども、はい、僕は、えっと、12月に行われたロンドンナイトというイベントがあって、うんえー、川崎のクラブチッタというところでやったんですけども、その時見ましたね、うん、でその時に買ったあの T シャツなんですけど、これは。はい めちゃくちゃかっこよかったですね。もしかしたら、同じライブにいらっしゃったという方も、この中にいらっしゃるかもしれない。あ、いらっしゃるかもしれないですよね。どうですか。<い>同じ会場にいたようなんていう方いらっしゃいます。あ、いな、いなかったですいないですね。ね <laughs> 偶然いませんでした、えー。聞かなきゃよかったですね。はい <laughs> 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 そんな小峠さんが本作をご覧になっての感想からまずお伺いしてもいいですか、はい、いやあの本当にめちゃくちゃ面白くて多分くてねあの,ねあのファンの方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、ちょっと見たことないようなものすごくプライベートなところとかも流れますので、うん、あのすごくお楽しみいただけるんじゃないいかと思います、うん、寺井さん、いかがですか、今のご感想お聞きになって。パスザマイク方式でこう、はい、ありがとうございいます <laughs> はい えー、そうですね。何でしたっけ？もう一回お願いします。小峠さんのあ感想をお聞きになっていかがですか<あ>という。そうですね。あのー、まあ、楽しんでもらえてまず嬉しいなっていうのと、うん、そのやっぱりそのあゆかわさんの話でもあるんですけど、ご、うん、ご家族の話でもあるっていう、うん、な何ですかね。そのあゆかわさんのことを知ってる人は多いかもしれないですけど、でもあゆかわさんの人となり を知らないとか家族のことは知らないとかっていう方が多いと思うんで、うん、まあそれがまず知ってもらえるのがすごく嬉しいなと思ってます。うん、はい。ありがとうございます。小峠さんはそもそもどういうきっかけでこのシーナンドロケッツの曲をお聴きになるようになったんでしょうか。僕はえっと一番最初僕もあと福岡の人間で、はい、で福岡にあのポプラというコンビニがあるんですよね。<laughs> でポプラの CM にデラックスなんですよ。はい、あゆかあさんが。はい。 でやっぱ九州のコンビニはポプラやねみたいな僕は知らなかったんですいませんあの、誰だこのおっさんと思っててで聞いたらシードロケツの人だよっつっでまあ名前は知ってたのであこの人がシードロケツの荒こ誠さんなんだと思ってでもそこの時はただの,本当そのポプラの CM に出てる人っていうだけだったんですけどそこからしばらくしてと一番最初に聞いたのがレモンティーですかね。 ああレモンティーを聴いた時にああかっこいい曲だなと思ってでそれが一番最初ですかね耳にしたのは。寺井監督は最初に「シナンナノ・ロケッツ」の曲を気聴きになったのはきっかけというのは何だったんでしょうか最初、まあ、僕も多分最初「有名ドリーム」とかがヒットしてる時はまあ子供だったのでうん、うん、あんまりこう主体的に聴いたっていう感じじゃなくてやっぱりなんか相川さんってすごい福岡だった CM に出てる人ってイメージだったんですよ。<ー>あの岩田って地元の <laughs> あの百貨店の CM にこれもご家族で出たりとかあと博多門ラーメンえーとかそれこそコンビニのポプラやねなんかそう最初は鮎川さんっていうのはやっぱりルックスで知るっていうでその後音楽に何か,かのタイミングで触れるっていうのは割と福岡人のパターンなんじゃないのかなっていう感じなんですけど。 そ,うなんですね、そこからどんどんこうファンになられていくわけですけどどういうところにじゃあ監督から魅力を感じられたんでしょうか鮎、あのーまあ、川さんってそのいわゆるメンタイロックっていう,こう80年代ぐらいにこう福岡から出てきたこうちょっとハードな硬派なバンドたちの流れがあって、うん、まあそれのこう源流みたいな人なんですよね。はいで ただなんか地元のちょっと下でが下の人間としては少しこうその流れに入っていきづらいなというか先輩のやってることだしなみたいなちょっとなんだっけこうやっぱ博多のロックはこういう感じじゃないといかんねみたいな圧も感じてたんでちょっとなんか距離を置いてたような感じがあったんですよ。なんだけどそ,のそういうヒエラルキーのトップにいると思ってた鮎川さんが番組に来てくれたらめちゃめちゃフランクで優しくてもう何でも答えてくれるしで音楽の話になるとすごい夢中で話してくれる。 ですよね。で、それをその態度に触れて、ああすごい素敵な人だな。で、そこから湯川さんの音楽をまた真剣に聴くようになったっていう感じですかね。小峠さんはどんな風にこう引き込まれていったんでしょうか？僕はやっぱまああのー？まあ 一番やっぱ音楽音源が曲がかっこいいっていうのが一番でで、まあ、ライブももう何度か見させていただいたんですけども何ですかねやっぱそのギター弾いてるときはもうすごい危機迫る感じでガン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 やるんですけどもその MC になったときになんかこうすごくさっきまでの印象と違う,こうすごくなんかこう温かいというかこう人間味が出るというかあこの人ってすごくいい人なんだろうなって見えるなんかその ギャップが僕はなんか、人間としてこうすごく素晴らしいなというか、なんか,か可愛らしいんですよね、うん、MC の時ね、なんか鮎川さん、柔らかいというか、なんかあの感じは、僕はなんか好きでしたねその本当にまさに作中でも優しさというか、本当にお人柄が出ている作品だなというふうに感じたんですが、監督はどうでしょう、一番最初にお会いになった時の第一印象で覚えていらっしゃいますか。うん だからそのやっぱりルックスしか知らなかったから、はい、そのちょっとやっぱ、まあ、シャープなので<え>まあ若干こう怖いのかもみたいなのは思ってたんですよねまあ大先輩だし、はい、と思ったらも,ものすごい優しいっていう感じだったからなんでしょうねあれそのあれぐらいこうパッと見の見た,見,見た目と中身の優しさがこうギャップがある人もいないのかもなっていう。う もしかしたら相川さんもそれがなんか照れくさいからサングラスかけてたのかなとかちょっっと思ったりすするんですけどね、うん、今回の作品をあの制作するにあたってどのくらい密着はされたんでしょうか直近で言うと去年の2月からなんですけど、はい、その前その椎名さんがお亡くなりになった2015年に、えー、映画の中でも出てきますけど椎名さんの実家の若松・若戸大橋の前でインタビューをしているっていうのが。えー その椎名さんの追悼番組を作るために撮ったインタビューでして、うん、大体その,その辺からこう断続的に取材をしていて、うん、で集中的には去年の2月からうん、うん、でその途中でちょっと相川さんがこう病を得てお亡くなりになってしまったとということですねそ,ですその長い期間密着されている中でちょっと意外だったなっていうシーンだったり何か印象的だった場面ってありましたでしょうか。うんなんか普通ドキュメンタリーだと何ですかね ステージと裏は全然違うとかなんかそういう意外性みたいなのを暴,暴くみたいなのがあるのかなと思ったんですけど相川さんはやっぱり本当にあのまんまなんですよね。優しいあのまんまステージもあのまんまだから小峠さんもおっしゃってたよねやっぱり喋りでそれが出てしまうでステージの裏でもそのまんまでライブ終わったらすぐに客席に降りてきてそのお客さんとずっと話し込むみたいなだからそういった意味ではその。 驚いたっていうことじゃなくて、その意外性がないんですよね。うん、ただあこんなに一貫してんだって、こんなにこうブレがないんだっていうところである意味驚かされたっていう感じですかね。オンとオフがない,ってい、ねはあ。全部一緒なんですね。うんはあそうなんですね。小峠さんどうでしょう。プライベートも本作描かれていますけれども、うんはい、そのあたりって。うん ごご存知ででししたたかそのの家族ことりあ僕はもう全く知りませんでしたね。なんかそ僕は本当にもうあの音源とライブでしか見たことなかったのでそういうこのヒストリーというかどうやって C ンドロケツが結成されたとかうん、うん、でどうやって。 上がっていったとかっていうのは僕はもう全く知らなかったのでもうそういうのはもう今回、今からこれを見ると全部わかるというかよかったですねその知れてさっきもギャップがというふうにおっしゃっていましたけれども、はい、こ作中であ意外だなと思ったシーンだったり何か驚いたシーンとかってありますかなんかあのー 面白いい人ななんだなって思いましたねやっぱその監督もおっしゃいましたけどなんかライブ終わった後なんかお客さんとなんかそんな飲み行ったりとかなんかそれはなんかなですかねもしサービスっていうのもまあもちろんあるかもしれないですけど多分ですけど面白そうだなっていうので行ってるんじゃないかなっていう,うんなんかこいつ頼んだら面白そうだなとかんなんかあるんじゃねえかみたいなのうんなんかこうそういうなんかその。 現場とかいうか、現状、状況をこうなんかこう、楽しもうとする人なんだなっていうのは、僕はなんか見てて思いましたかね。本当に魅力的な方なんですね。はいうん そしてこの作中ではさまざまな方が鮎川さんについて語っていらっしゃいます、例えば土屋正美さんでしたり浅井賢一さん、河本博人さん、そしてナレーターを務めていらっしゃる俳優の松重豊さんなどあの皆さん、鮎川さんの魅力をお話しされてますけれども小峠さんがこの作品をご覧になってこの人のこの言葉印象的だなだったり共感したなみたいな部分ってどうでしょうか。かかそうです、ねえっと、人さんんがおっっしゃってたんですけども 亡くなったことは別にそんな全然大したことじゃない、うん、なんかいたことがすごいんだよみたいな、はい、なんかあれはあなるほどねと思いましたね、うん、やっぱねお亡くなりになりましたけどまあ、まあ結果もういろんなそのあんだけかっこいい音源、はい、あんだけかっこいいライブでそこにそれをいたそれを生んだことがすごいんだっていうのは、うん、なんかものすごくあなるほどね っていうううまししたかかね、うん、監督はどうでしょうかこの人のこの言葉共感しただったり印象に残ったお言葉というのはありますか、うん、やっぱりその小峠さんおっしゃったひろとさんの言葉はすごく強くてあ,まあ,あれがまあ映画のトーンを決定してくれたっていうところはありますかね、うん、なんか僕もお亡くなりになったからってなんか追悼映画にするのはなんか嫌だなっていうのはあったんんですよねなんか悲しいな悲しいなみたいな感じになるのは嫌だったんですけど。 あの言葉で、あのー、やっぱりそういう方向に作っていこうっていうのが定まったって感じですかね出会えたことをみんな喜んでるというか相川さんと出会ってこういうことがあったこういうことがあったよっていう話を集めていけば、うん、相川さんの人生を語ることなんじゃないかなと思って、うん、そうですか最初に密着を始めたのが2015年ということで、まあ、7年くらいじゃあお付き合いが終わりになった ということですけど、それを今回の作品98分ですけれども、まあかなりいろんなシーンをなくなっカットされたのだと想像するんですが、どうでしょう何かここ入れたかったけど入れられなかったみたいな秘蔵映像のお話をぜひいただけないでしょうか。素材は多分山ほどあるんですけど、そうですよね。なんかですね、それを自分で抱えてると体に悪いんですよね。<laughs> <laughs> な,なんなんですかね、ああもう入んなかった入んなかったって思ってると多分今も。 こんななな感じででれていないので<ー> <laughs> なんかでできちゃっった時はそれなくなくてるんですよねあ<ー>ま,あまた違うものを作れって言われたらやりようはあるかと思うんですけど、うん、ただ今回の映画で今一番惜しいなと思ってるのはそういう関係者の方のインタビューが本当に素晴らしいお話が多かったヒロトさんも松重さんも朝井さんももう恵子さんもみんな素晴らしいエピソードをいっぱい話してくださったんですけど全然入ってないです。<laughs> <laughs> 五分の一も入ってない感じなんで、それが一番惜しいところですかね。そうですか。はい、もっと、じゃ、あ本当は、お、たくさんの方にお話を聞いてたってことですか。えっと、聞いたのは、あの、あの今出てくださってる方。さすがに、あの、聞いてボツにするそうですよね。偉いですよね。そうでしたか。じゃ、あそれも、いつか、どこかで、ぜひ。成仏することはどうでしょう。うねうん、いや、本当は、も、ま、う、あ。 みんな良かったけど、特にヒロトさんと松ツさんのインタビューは、うん、まあその場にいたらなんかグッとくる話だったと,、うん、と思います。うん、はい、そうですか。あのポスターに優しいことはこんなにもかっこいいというフレーズがありますが、ここれは監督がお考えになったフレーズなんでしょうか。多分なんか僕が言ったことをうん、うん、そのスタッフの方が拾ってくださったんだと思います。これを感じたシーンっていうのは何か作中で出てくるシーンなんかでありますでしょうか。 作中ね、はい作うん、やっぱあの楽屋に訪ねてこられたファンの人へのやっぱ態度とかなんか全然垣根がない、まあうん、ライブの前で、まあ、バンドによっては集中したいとか,なんか考え事をしたい時間とかあるのかもしれないですけど、うん、まあそういうので一つも嫌な顔しなくてもうなんかついこの間会ったみたいな感じであのその受け入れてくれるみたいなああいうとことかあと映画では使ってないんですけど。 あの塾レコードっていう鮎川さんが仲良かったあのレコード屋さんがあってその,そのお友達だって店主が亡くなったあとにそこでインタビューしてんですよね、はい、そしたらその時そのお別れにその店主にお別れに来たっていうお客さんが来てたんですよねそのでもお店は閉めてたんですけどそしたら鮎川さんが招き入れてその家のとこに「いやちょっと巻いていきなよ」ってでそんな風うにそのなんかその場で 困ってる人とかに声をかけられるっていうのはなかなかないよなと、うん、なそういう優しさはもう取材の中で何遍も触れているので、うん、とても入りきれてはないんですけど見習いたいたですよね、うん、その歌への思いというか音楽に対する思いというのはどういうふうにご覧になっていましたか監督。 昔から鮎川さんのお仲間でそのロックのルーツのブルースを研究したりとかっていうふうにその音楽がどういうふうに成り立ってるのか必ず何かルーツがあってその発展しながら続いているとかそういうことに対してはすごく自覚的な人だったと思うのでだからその自分のやってる音楽がその自分がだけが作ったもんじゃないっていう意識が多分あったと思うんですよ。 だからこそものすごく謙虚だったし、優しかったんじゃないかなと。だからその音楽の良さを人に伝えるのにもすごく熱心な方で、それこそ自分の音楽を伝えるよりは自分がいいって思った。音楽を伝える時の方が生き生きしてるような時もあった。っていうか。だから、そういうところは本当い,いつお会いしてもぐっと来てましたね。小峠さんもあとはバンドをやられてたことが中高生の頃終わりだということで、はい、こうどうでしょう。あ、ゆかさんの音楽性といいますか。はい、どういうところに魅力を感じている。 共感されてい僕はやっぱりあのー、まあほんと曲の,、まあのストレートな感じも好きなんですけども何ですかねやっぱりその僕はこれをの映画を見てやっぱ僕すごく思ったのがなんかその家族愛にものすごく溢れてる方なんだなと思ってでやっぱそれがどっかその曲に 投影されてるというか、だからなんかそのすごく早い曲、尖った曲でもどっかこう角がないというか、なんかすごくこうなんかマイルドなんですよね。なんか伝わり方がなんかあのー、トゲトゲしい曲ももちろんあるんですけども、でもそのなんかそのトゲの先端は。 なんかちょっと丸っこくなってるというかなんかうんうなんかそれはやっぱりあの人の鮎川さんの,そのなんか人間性というか温かみというかなんかその家族愛というかまあその他の方への愛ももちろんあるんでしょうけどもなんかやっぱりあの人のハートの部分がなんかそのただのロックじゃない悪いだけのロックじゃないなんかそういうマイルドな柔らかいところを お作りになってんのかなと思いますね。今年ね、2月にお亡くなりになったということで、一方お聞きになった時は仏さん驚かれたんじゃないですか。いや、びっくりしました。これが、えっと、あのー、僕。 福岡の人間なんですけどもその、福岡にたまに仕事で帰るんですよね。で福岡に仕事帰った時に、まあその,ガキの頃からよく行ってた、えー、天神にボーダーラインっていう、まあ、あの中古レコードショップがあってそこはもうパンクとかロックとか置いてるんでよく行ってたんですけどそこに久しぶりに行ってみようって言って。 したら、まあ、音楽が、まあ、店内に流れててで、えー、なんかこの曲かっこいい曲だよなと思ってで店員さんに「すみませんこのバンド何ですか?」って言ったら「これ C ンドロケッツです」ああそうなんですか?」って言って「鮎川さんお亡くなりになっちゃいましたね」って聞いて「ええー?」って僕そこで初めて聞いて「いつですか?」って言ったら「今日です」って言って「ええー?」ってなって「それで今かけてるんですよ」ってなって「あマジっすか?」 っていう本当に何か偶然というかね、うん、おたまたま帰って入ってえたまたまかけたところで聞いてその店員さんからなんか聞いた時におちょっと驚きましたねそれで知ってでまあその CD すみませんかわしくださいっ,つって、まあ、買ったんですけどんなんかそれのタイミングで知りました驚きましたねすみませんお亡くなりになったの一1月でした失礼しました2月に6層 行われたということで、その様子もあの作中にはあの映されていますけれども、監督はどんな気持ちで今日の公開の日をあの迎えられていますでしょうか。<laughs> うまあ今日なんでしょうね、そのまあ相川さんがちょっとお亡くなりになってしまったことで、ちょっとこの場に立ててるっていうところで、ちょっと複雑な気持ちはあるんです。うん、そもそもこれはその。 奥さん、椎名さんを亡くしてもまだずっと音楽をやり続けてるっていう姿を撮りたくてやっていたので、うん、うんその点では何かどっか素直に喜べてないところはあるんですけども、うん、でも何でしょうねあ鮎川さんってこんな素敵な人だったんだ、えー、こんなに素敵な音楽をずっと作ってたんだこんな素敵な家族がいたんだよでこんな素敵な、えー ミュージシャンたちに愛されたんだよっていうことが伝わるのはとっても嬉しいなと思ってます、うん、ありがとうございますさてそろそろ時間が迫ってきましたもうここまでのたくさん本作の魅力をお話ししてまいりましたけれども最後にお二人からこれからご年になる皆さんに向けてメッセージをいただければと思いますじゃあ監督マイクお持ちなのでぜひ監督からお願いいたしますあのー 湯川さんのお話でもあり至難のロケツのお話でもありご家族のお話でもあるんですけども、えー、同時にこれ僕福岡の人間で福岡の放送局で作ったんであの福岡の音楽シーンの歴史の話でもあるんです、うん、で皆さん多分東京出身だったり、まあ、地方出身だったりいろいろ出身終わりでしょうけどそ,んなそれぞれの地域で多分こういうことが起きてたんじゃないのかなとであの今なかなかねこう地域差というかいろんな 地域の,その個性みたいなのがなくなってるみたいな話がありますけどもその自分の生まれた地域とか自分の住んでるところで起こってることをもっと楽しんでもらえればなとで今起きてることが何十年か経ったらこういうことにつながるかもしれないなってこの,この映画で取材してて思ったんでなんか皆さんのそういう地元とか今生きてる場所とかを大事にしてもらえればなとそういう気持ちで見てもらえば一番嬉しいですありがとうございます あえっと僕はその C ンドロケツの音源とかライブは言ってたんですけどやっぱそういう歴史みたいなことはもう全然知らなかったんですけどもこれを見るとあなるほどねこういう感じであの成り立っていったんだっていうのはすごく分かってで多分ファンの方なので多分そういうことはしてらっしゃる方もいると思うんですけどもただそういうファンの方も 多分知らなかったこととかもあると思いますし、あとやっぱり貴重な本当にあのプライベート映像みたいなのも流れると思うので、えー、そこは多分ものすごく楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。で、やっぱりあのー、シーナさんと鮎川さんのやっぱその、何ですかね、やっぱその家族をこの大事にしてる家族ありきのなんかシーナ ロケツっていうのがなんあふれ出てるような作品ですかね。うんあとやっぱあ鮎川さんのことをずっと喋ってたやっぱ僕あの椎名さんのあのなんか行動力がなんかこれ見てあすごいなと思ってやっぱりあれぐらいなんか行動しないとやっぱ得られないものはあるんだろうなっていう。なんか それは思いましたか、ね、椎名さんのあのやっぱなんか何も振り返らないもう全部自分のなんか本能のままに行動するあの行動力というのはやっぱ見てる方の心を打つんじゃないかと、えー、そう思いました、えー、多分本当にあのものすごく楽しめる作品だと思います。